うわーってなって、走馬灯のように自分の中を駆け巡って、じゃあ俺格闘家になるって栄光みたいなのが消えるかもしれないんですけど、そこまでの過程で得た技は何も消えないので、うわーうわーうわーいやーいやー、帯同の中野哲司先生の強烈パンチ、おーおーえぐいです、えぐいえぐいです。武術格闘家菊野勝則先生の爆発的打撃、殴られて蹴られて大喜びの2人の青春物語、今日はじっくり聞いちゃいましょう。お願いします。僕はですね、ただの態度の選手だったのが態度の先生になってるって、本当態度の態度しかできないんですけれども、やっぱりこう今までこう柔道だとかキックボクシングとか空手とか少林寺とかいろんなものに触れさせていただいて、やっぱりこういろんなことをやりたいなっていうのって武道家としてすごいあるんですけど、それをこう全部こうトップクラスでされてる方ということで、もう憧れの存在というか、もう話したくてしょうがなかったというか、ニヤニヤしちゃうんですけども、こう武道を始めたきっかけは何なんですか。きっかけっすよね。まあ、そもそもやっぱ強くなりたかったっていうのが、まあ、裏返して言えば弱かった自分というか、この体はむっちりしてたんですけど、気が弱かったですね。まあ、未だにそうなんですけど、気は弱いです。気は弱いです。だから自信をつけたかったっていうのはありましたよね。でやっぱりドラゴンボールとかジャッキーチェンの延長でやっぱそういうのは好きだったから強くなりたいっていうのはあって、中学校から部活の柔道を始めたっていう感じでしたね。柔道を選んだきっかけっていうのは部活であったから。そうですね、剣道と柔道あって、まあ直接体を使う柔道の方が好きかなと思って柔道を選んだってだけで。私は打撃から柔道の方を体験というか練習させていただいたんですけども、こう初めて柔道をやった時に、この殴らない蹴らないので、なんかすごくこうなんかよくできた武道というか、こう怪我をさせないでこう訓練できるんですかね。まあ、もちろん怪我もするんですけど、なんかこうこれに加納治五郎先生がいろんな可能性を感じたのかなって思ったんですよ、ね。で逆にこう柔道から極真に行った時ってどういう心境なんですかね。僕高校、中学高校柔道をして、高校3年生の時にそのプライドっていうね、総合格闘技がもうすごいテレビでやってて、まさにそれがその時の僕の強さの象徴になったんですよね。だからわっ、これをやりたい、目指したいって思ったんですけど、まあ僕鹿児島出身で、鹿児島にはそういうのを目指せる環境がなかったので、東京に行かなきゃいけないってことで、まあ東京に行くための準備としてバイトをしながら、家の近くのたらたら空手の道場に通ってただけなんですよね。なるほど。きっかけは必要な要素であるその組技と打撃技を両方練習しておこうということですね。そうですね、はい、家から徒歩10分圏内の道場にたまたま世界チャンピオンがいて、もうご縁としか言いようがないですよね。それじゃあもう初心者の時から木山先生に教えてもらったんですか。そうです、そうです。もう今普通に道場の先生、まあ、中野先生が今指導されてるみたいに、普通にチャンピオンが指導されてて、チャンスじゃんと思ってですね。そのまま結局5年間お世話になることになりましたね。やっぱ極真空手ってところがまあ鍛えられるわけですよ。心技体、もう特に心と体なのかな。やっぱルールのなんだろう、特徴もあって、ともかく体が丈夫じゃないとやれないんですよね、あれね。トーナメントだし、3分2分2分とかってこう毎回判定を取るような、あれだから、限界まで体を追い込んで、判定引き分けだったらまた延長戦、引き分けだったら延長戦みたいな、ものすごい限界を超える練習しておかないと勝てないので、もう本当そんな練習ばっかだったから、スクワット1000回だとか、ジャンピングスクワット500回だとか、もう体ボコボコになって血尿が出るのが当たり前みたいな稽古を日々やって鍛えられましたね、本当ね。私も昭和の人間なので、はい、やっぱりこう戦隊ものとか見てて、やっぱり強さに憧れたのはありますよね。で体がちっちゃかったですし、体も弱かったので、まあ、シンプルに強くなりたいっていうのはありましたよね。でやっぱり私も家の近くの道場に空手の道場がありまして、花澤先生という方が
いらっしゃって花沢道場だったんですけども、あの MA キックボクシングでは本当チャンピオンがかなりたくさんいるところの先生ですね。で本当たまたまいい先生に巡り合えて、本当に 極真系って言ったらなんですけど、フルコンタクト空手って打ち合うので、あの、うん、なんていう気持ちを逃がせないっていうんですかね、なんていうんですか、あの耐える耐えの美学じゃないですけど、あの、まあ、幼稚園からやってたので、もう子供の時なので子供のレベルではあるんですけども、本当に心が鍛えられるような感じがしました、ね、で、あのやっぱ初めてやったのが空手だったんで、あのスポーツの中で、なのでなんかいつでもこうなんか K1 とかボクシングとか何かしらで格闘技を見ると、こうあのあやっぱりやりたいなっていうのがいつまでも残ってたっていうのがありますね。僕はまあ劣等感は間違いなくあって、だからその強くて強くなりたい人も少なからず劣等感あるんじゃないですかね。そのやっぱり欲というか強くなりたいっていう欲の裏側には必ず不足があるはずなんですよ、何か足りないものが。だからそこを埋めたいがためにみんな努力をするわけであるんだと思います。誰かと比べて弱いだとか、自分の心が弱いだとか、僕もそうでした。中野先生はどういうタイプでした？間違いなく劣等感タイプです。劣等感もあるんですけど、なんかあのそのままを感じたいっていうのもあったんですよ。なんか動物っぽくありたいみたいなのが、あのちょっと変なんですけどありたくて。そうなんですよ。なので例えばこう中学校で一生懸命勉強していい高校に行く、いい会社に行く、でそこで得たお金で食べるご飯とその辺の野草を食べるのって何が違うんだろうみたいなことを考えちゃう変な子だったんですよね。そうなんですよ。なのでこう、まあ、無意自然というか自然なままでどうやったら生きていけるのかなっていうのそれいつ頃、小学校？小学校です。すごいっすね。何それ？変な子ですよね。もう嫌なやつだと思いますよ。なんかもしかしてこうブッダとかなる人みたいな。なんか名前が哲司なので、哲学の哲がついてて、親にこれ何なの、この漢字何なのっていう、学校でまだ習ってないんだけどって言ったら、ここに並んでる本よみたいな感じで、哲学書がバッてあったんですよ、家に。ご両親がそういう、はあ、そう、まず読めとも言われてないんですけど、だって中野哲司の字って字がまた難しいから、あ、そう、ね、小学生書けないだろうみたいな。で何字とかいう意味らしいんですけど、なんかすごいやっぱ根性もなかったし、あの弟なのでやっぱ兄の方が優秀じゃないですか。で私2月生まれなので、あの同級生の中でももっとちっちゃいんですよね。ちっちゃいし勉強もわからないし、もう 何も勝てないまま中学校ぐらいに行くみたいな。なのでこうなんか勝ちたいとかってわけではないんですけど、このままじゃ人生の落語者になるんじゃないかみたいな気持ちがありましたよね。でもその小学生の時にそのフルコンタクト空手はやっていたんですよね。あ、でも本当にそんなに長くないと思うんですよ。自分でもあんまり覚えてないんですけども、でやっぱり空手でも全然強くもなんともなかったですし、体育の成績も全然何も良くなかったですし、なんでよく身体能力すごいからできるんじゃないのって言われるんですけど、身体能力が高いなんてもう全然なかったですね。なんかあのよくこう人間って何て言うんですかね、小学校の頃が私の全盛期とか、中学校の頃が俺はもうすごかったとかあるじゃないですか。あの菊野先生ってそういういつ頃が、まあ、武道と離れて全然いいんですよ、めちゃめちゃモテたとか、めちゃめちゃ金稼いでたとか、めちゃめちゃあの勉強できたとか、なんかがクラスの中心だったとか、逆にこのポジティブな方で言うと、ポジティブな方でいくと、やっぱ中学 2,3 年生ぐらいが一番モテたかもですね。あ、モテ期。中学生って、まあ、クローズとか6連なしブルースとか、うん、強いっていうのが結構価値があるじゃないですか。あ、なるほど、確かに。で僕はまあ柔道もやってたのもあって、こう、まあ、強い存在だったから、なんかモテましたね。今あの思い出す時の菊野先生の顔がすごい幸せそう。そこからなくなりました、ね、強さへの価値がどんどん、ね、世間の中で落ちていくんですよね。マイナーな方になっていくんで。でも強くなりたい強くなりたいと思って始めたら結果モテたってい こう付加価値がついたってすごいですね。だからすごく思うのがやっぱ自信がついたんですよ。強くなって自信がついて人にこう人間関係が良くなったんですよ。優しくなれたりとか余裕ができたりとか、そうすると人と、ね、仲こうどんどん周りに人が増えていってっていうことがあって、すごくだから僕にとって武道ってものが、武道、武術、格闘技ってものが
すごく人生を良くしてくれるものとして ありますね、はい、だからこそそう伝えたいなっていうのもあります。そう、僕小学校は結構ねブルーだったんですよ。そのまあ心が余裕が気が弱いから人に優しくできなかったりちょっとこう乱暴したりとかしてしまって、結構 1,2 年間 3,4 年生ぐらいかな孤独な時期が要は無視されてずっと一人で図書館にいるような時期が長くあったのでやっぱその変えたいっていう自分がいて自信がない自分を変えたいっていうのがあって武道をやって自信がついて人生が楽しくなったのですごくそこは本当に感謝してますね武道武術に。なるほどです。そう意地悪ツッコミで言うと多分強くなっただけだったらこんなハッピーじゃなかったですね。モテたっていうこの付加価値結構大事っすよ、ね、男としては大きいですよね。大事ですよね。じゃあ中野先生のじゃあ前世紀というか俺はこの頃結構良かったみたいなのありますか。どうですかね。僕でも今もが一番楽しいは楽しいんですけども高校の時は、闇ですよね。なんか闇なんですかね。全然楽しかったんですけどやっぱり腕試しをしたくなるじゃないですか。技を得る。そうなんですか。でそういうのを試せる場所ってその競技に入らないとないので、うん、やっぱり良くない方向に行きますよね。あ、そういう時代があったんですね。なるほど。これはカットです。カットで。カットですか。これめっちゃ面白いじゃないですか。そうですか。で例えば当時って K1 とかが始まったばっかりだったと、はい、ローキックのカットできる人ってほぼいないですよね。そうするとローだけで無双できたりとか私少人数の友達が多かったので目打ち金的とかってやっぱりできないことをやっぱり試せる場所っていうのが限定的にはやっぱありますよね。でそういうのってこれ大丈夫ですか。面白いじゃないですか。じゃあそういう腕試しをいろんなところでやってたってことですか。そうですね。腕試しそうですね。なんかやっぱり興味は湧いちゃいますよね。これって本当に通用するのか。あれ空手は子供の頃やっててその時はだから格闘技はやってないですね。所属はしないやってないけども少林寺の人たちと遊んだりとかしてる感じで。そうですね、まあ、あと何もしてない人とか今なんか外でですよね。まあいわゆる喧嘩というか。そうですよね。で目打ちパチンのパチンのやってなので目打ち、ただ空手の三本抜き手とかってできないじゃないですか。目つついちゃうので。でも目打ちってここ怪我させないので、あ、これは便利だなとか思ったりとか。すごいワイルドな高校生です。いやもうでも本当にそうですね。なんか楽しいモテ話聞こうと思ったら闇の話になって。で大学の時はやっぱ充実しました。大学から初めてタイトルみたいなのを取れたので、その時は、まあ、それこそ自信というか、あ、頑張ったらこう成果がちゃんとついてくるんだっていうのを中学校の時それはすごい体感してたんですけども、こう実際にこうなんて言うんでしょうね、みんなと一緒にこう成績を出すっていう面白さをそこで体感して、で道場をやりたいなってなったんですね。なんか一人で勝ってもなんか周りの人がでも残念になってると、なんかやった勝ったって思っても隣を見たら、まあお前はいいよなみたいになってるとちょっと悲しいじゃないですか。なので、あ、みんなで勝たないとこれ面白くないなっていう風になりまして、でやっぱりトーナメントって優勝する人一人しかいないので、そうすると、あ、優勝する人だけがやったってなるような取り組み方ってちょっと全員ハッピーじゃないなと思って、まあ、勝っても負けてもこうしっかりこう成長と感動があるような取り組み方がしたいなっていう風に思いました。だから変な話、試合で負けてもそこまで頑張った技って消えないんですよ、ね、うん、なんか栄光みたいなのは消えるかもしれないんですけど、そこまでの過程で得た技は何も消えないので、試合に負けた瞬間筋力がなくなるとかはないですし、うん、もちろん怪我とかはあり得るんですけど、でそこをちゃんと自分が見れていればいいと思うんですよね、うんうん、今お二人とも、まあ、武道をメインの生業お仕事にされていますけれども、例えば高校生の頃に将来こういう仕事するんだろうなとかってどんなイメージでした？もうそれこそ格闘家とか武道家として生きていこうと高校の頃って普通はまああんま思わないじゃないですか。例えばどんなイメージ持ってました？菊野先生。僕はまあ鹿児島の田舎育ちなんで普通、まあ、学校の先生しか知らないんですよね。ほうほう。職業のこと知らない。うちの、まあ、父ちゃんも母ちゃんも普通のサラリーマンですし、
だからで当時あの GTO っていうね教師の漫画とかね流行ったりとかしてたからなんとなくこう教師目指そうかなとか、うん、そういう教育とかなんかその子供も好きだしだったしそれぐらいしかなんかなかったですね今のその時の僕の選択肢にイメージが湧かなかったビジネスってものがどういうものなのかとか菊野先生は大学はどうされたんですか僕はあの行かなかったですねやっぱ高校柔道でやっぱ強豪校に勝てなかったんですねそれっていうのはどうしたって練習の差じゃないですかどうしたって練習時間が全く違う3倍ぐらい4倍ぐらい違うとなのでもうなんかそういう思いしたくなかったですよねなんか練習時間がな足りないんだったらじゃあ練習、言い訳できないぐらい練習できる環境に行きたいっていうその強くなりたいって思ってプライドを見てここ目指すと思ってまた練習時間足りないからなんて言いたくなかったからあのもうなんかそういうプライドを目指すための最善の環境を作ろうっていう発想でだから大学には行かないようにしようすごいじゃあもう高校の頃にはもうなんていうかな自分の人生とか夢の真ん中に武道っていうのが強くなるってことが当然ですよ本当高校3年生の夏までは全くそんなこと考えてないえそうなのはい全然です本当僕の親友が2人いるんですけどこの2人がいきなりコンビ組んでお笑い芸人になってビッグになるって言い出して言い出しちゃって夏の公園で2人で遠い空を見ながら夢を語りやがってやべえってなって親友でしょ一番仲いい親友がねビッグになったら僕やべえじゃないですか、ね、怖 い, いや悔しいじゃないですかあなんかわかるうわーってなって走馬灯のように自分の中を駆け巡って見つけた思いが強くなりたいすごいしかなくてで当時僕もその柔道で負けた悔しさとあと周りが受験勉強で頑張ってる不安とに押しつぶされそうな時期 でそんな時にねキラキラした目で夢を語られたんでもう僕も必死に考えて多分時間にしては本当3分から5分ぐらいの走馬灯だったと思うんですけどすごいじゃあ俺格闘家になるってその場で言い返しましたねで今に至るみたいなそうです本当に今に至るですねすげえな人生きっかけ17歳高校3年の夏ですねいやでも本当そこから世界がまた輝きましたよねうわーすごい自分の本当の思いにまっすぐ生きてたからじゃあそれを口にした瞬間にはーってなんかあもう世界がなんかすごいな今までねどんより何していいか分かんないところからパッと目指すものが見えてね険しい道だけどすごく心地いい道ですよねすごいすごいだからそこからは、まあ、幸せですよこれちょっと長渕剛の歌になりそうな物語ですけど中野先生も、はい、例えばそのちょっと最初の質問今はまあ武道をまあメインのお仕事にされてますけれども例えばその高校生の頃に将来自分はこういう仕事するんだろうなみたいなしたいなみたいなのってありましたか高校の時は実はこう物書きになりたいみたいなのがありましてその本を読むのが結局すごい好きだったんで、まあ、それで、まあ、無職しながら書くのもなって思ったの で親もやっぱりあの大学に行った方が多分喜ぶんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったの で、まあ、せっかくだからじゃあ大学に行きながらその4年間をしっかり使いたいなっていうの、まあ、あのそんなに革新的な夢ではなかったんですけどありましてで大学を卒業してからですね僕が菊野先生みたいに夢を持てたというか、まあ、それで食べていこうってわけではないんですけども、やっぱり態度の先生っていうか態度を完全にこう、人生の最優先にするできるのって結構難しいんですよ、まあ、武道ってこう食べれないじゃないですかなのであの食べる道があまり、まあ、少ないんですねすごい少ないので、うん私もお仕事の傍ら武道の先生をする方が多いですよね、うん、なので私はじゃあ態度をもう完全に最優先にしてお仕事を傍らでやろうって思ったんですよでそれでじゃあ選ぶ仕事も体にいい仕事とか目の前で怪我されても治せる仕事とかそもそも間違ってないトレーニングを選択できるっていうことで整形外科で勤めたりとか柔道整復師っていう仕事についてでもなのでもう本当全部が稽古と思ってたので学校の勉強も本当真剣にできましたしすごくこういい人生になったなと思っております
態度もそんだけこう人生をかけた魅力って何ですか。私はですね、実は最初態度じゃないんですよ。拓大の態度部が好きすぎて。そうなんです、やっぱり拓大って。そうなんですよ、やっぱりすごい人間関係がすごい良かったんですよ。もう厳しくもしてもらえますし、してもらえる。そうですね、厳しくしてもらいたい。やっぱりこう、まあ、次男だったのもあれです なんて言うんでしょうね、こうすごい自分に、母も早めに亡くなっているので、なんかこう自分の人生にすごい関わってくれる人がいるっていうのは結構はありがたいなと思って。なるほど。で、自分も力になれる部分もありましたし、なんか生きがいというか生きてる意味みたいなのを結構感じさせてくれたんですよね。そうなんです。で、なんか態度に恩返ししたいなっていう気持ちがすごい高まって、で、態度を続けようっていうふうに思ったんですよね。で、なんかまあいつ死ぬかもわからないので、まあ、将来のことを考えてお仕事をするよりは、今貢献できることをした方がなんかいいんじゃないかなと思って、でそれで、まあ、全力で態度をできるスキルをまず得ようとしたんですよね。技術をまず得て、大体環境の方が大事っていうのは、確かに思うんですけども、自分自身が環境になろうとしたんですよね。自分がちゃんとしたトレーニングを教えられる、先ほどこうやっぱり練習環境って話されてたじゃないですか。高校から東京に行きたいっていう時に、その自分自身が態度を教えられる環境になりたいっていう思ったんですよね。それでトレーニングの勉強したりだとか、体の勉強をして、で自分も誰よりもトレーニングをして、で自分が強いと思ってても強いかどうかはわからないの でやっぱ試合に出ると他人が判定をしてくれるので、それでやっぱ試合にも出て、で試合で勝ってればある程度のこう試合に勝つだけでは強さの証明って実はできないと思うんですけども、でもこう自分がやってることがある程度他の人に対しても間違ってないっていう一つのこう証明にはなるので、まあ、大事なことかなと思ってずっと試合も出てました。拓大素晴らしいんですね。拓大が大好きです黒帯ワールドの中先生も拓大の先輩なので、中先生にお会いできた時、うわーって感じの。そうですね。剣道とかその武道をやる環境を維持するためにベストな仕事を、収入源を選んだっていうのはすごい、なんかな、クレバーな戦術だと思うんですけど、それを大学の頃に考えたんですか。そうですね、大学の頃、まあでも研究室に、筑波大の研究室にちょっと入れていただいた時があるんですけど、その時に考えましたね。あと私の先生が筑波の先生がいらっしゃるんです。川瀬先生という方で、本当にもう心から尊敬している先生なんですけども、その方が亡くなった時に、まあ、僕おじいちゃんも大好きなんです。でおじいちゃんも亡くなって、お母さんも亡くなって、その先生も亡くなって、すごい大好きなこう方々が亡くなってしまったので、あ、人は死ぬんだなっていうのを思って、あ、じゃあもうちょっと死ぬまでに本当にやりたいことやろうって思ったんですよね。でいつかできるようになったらやるんじゃなくて、いや今やればいいんじゃないかって思ったんですよね。それでなんかなんていうんですかね、こう安定した就職とかではなくて、今必要なスキルを学べること、勉強するよりは現場に行った方が早いと思ったんですよ。なんかなのでそれをやりましたね。でトレーニングと割烹を勉強すればするほど、あれ態度本当にすごいんじゃないかって思い始めまして、すごいこう体の身体操作を学ぶことだとか、トレーニングを学ぶっていう意味ではすごくいいんですね。例えばまんじ蹴りがあるんですけども、よくトレーニングでサッカーで中殿筋のお尻のトレーニングとかでうつんばえてこうやってみたりとか、何でしょうね、ヨガとかでこう体幹がこう、例えば腰が抜けないように、腹が抜けないようにこうやったりとかするんですけども、エビ切りってこの形でやってたりとか、まんじ切りも先ほどの中殿筋のトレーニングの状態でさらに膝を浮かせて手を寄せて曲げて蹴ってたりするんですね。なのでこう複合運動を実はやってるんですね。で例えばこの時に態度でも足がこう回転しちゃったりして、つま先と膝の向きがずれちゃうように打っちゃうと、もちろんこう足壊れちゃうんですね。こう足が抜けてしまっ て親指だけで立っているような状態ではなくて、ちゃんと5本指でこのエジ立ちと同じですね、このエジ立ちと同じ形でしっかり蹴って
いいよ、こういうしっかりちゃんとした鍛錬でやれるとすごくいいんですけども、体がねじれてしまったり足が崩れてしまったりしてるとやっぱり同じ態度をしててもやっぱり良くないですし、なのでそれもやっぱりいろいろ気づきます。うわー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 おーおーえぐいえぐいですよ。床が鳴ってましたね、ドーンって。えぐいですよ。えぐい？えぐいです。いやーでもすごいなー、すごいですね。いやこちらも相当加減してくださったと思うんですけど、なんかこの骨身に来るというか、この男性の体もやっぱこうすごいですね。この細さと思えないぐらいのこのなんですか、この重厚感、ギュッて詰まってる感じ。なんかでも全然全然ですね。なんかもうちょっとちゃんとしたいなと思います、ね。ちゃんとしたい。何を何をちゃんと何をちゃんとするんだ。ヒクソングレイシーがこの僕が高校生の時すごいヒクソンが出てたんですけど、こうなんかこう引く力がめちゃ強いっていう風に聞いたんです。当時は自転車も逆手に持ってずっと引っ張りながら通ったりしてたんですけど、そういうなんかそういうストイックさが今足りないなって思いました。息止めながら引っ張りながら自転車を漕ぐっていう完全な変態でした。失神寸前まで息止めたりしたんですよ。でもそういうのが頭でっかちになってしまって、なんか脳に酸素がいかなかったら良くないかなとか、なんかこう結構守りに入っちゃうんですよね。僕そこまでのなんかこうコアな変態はないな。全日本であの2回戦で頭蓋骨骨折をしたんですよ。前頭蓋の前壁っていうのがバキンと折れて、でここにかかとが入ったので鼻と眼下点折れたんですけど、そのままあの決勝までやって優勝したんですけど、今やっぱ子供ができるとちょっとなんかその選択ってどうなんだろうって今は思っちゃいますよね。どうやってたんですかその時。それ試合したわけですね。はい、すごかった。あの正面衝突の交通事故でエアバッグのない時に折れる骨の恥骨の垂直板ってあるんですけど、それも折れてたのでバラバラだったので、まあ、あのこの耳のあたりのこの縦の骨が折れちゃってたんで、気分も悪いし停止もそれでも試合を、そうですね。なので多分、まあ、医療の知識もあったのでゆっくりすると血圧が低下してもう体が眠れみたいになっちゃうのでずっと歩いてました。あのアイシングして多分座ったらもう立てないと思って歩いてました。戦場のねやり方ですよね、それはね。もう戦わなきゃいけないっていう、なんか僕それすごいなんか大好きで、なんかずっとなんかずっと野衆されるかもしれなくて、ずっと寝ないでずっと食べてないすごい体調悪い状態でちゃんと戦えるのかなっていう謎のこだわりが中学校これ撮ってるんですよね。撮ってますけどね。でもあの心配されたんですね、やっぱ 寝てないので。なので血管年齢調べたんですよ、一昨年だから3年前ぐらい。そしたらあの23歳でした。今でも睡眠は少ないんですか。今日も徹夜ですね。徹夜、多分 目のクマとかあるかもしれないですけど寝てないです ね寝ないようにしてるんですか。たまたま寝てなかったです。どういうことなんですか。寝なくて大丈夫な人ってわけじゃなくて。でも寝なくて大丈夫になってる気がします。何してるんですか。じゃあ逆に稽古してるんですか、夜中も。あのやっぱり生徒が結構いるので、この生徒に何をしようかな、あの生徒に何をしようかなとか、あと今後のシミュレーションっていうんですかね、これを選んだらこうなるこうなるこうなるの、その先はこうなるこうなるこうなるとか、で自分の勉強する割烹と殺烹がこう重なるよなみたいなやつを延々こう図解とかしたりしてると朝だみたいな。でそれをやっぱり頭の中でやってるとこうまとまらないので、練習とかしながらやってると、ああもう仕事の時間になっちゃったよ、なんだよみたいな感じで。昼間眠くなったりしないんですか。なんないんですよね。あでも歯医者さんとか美容室と かお任せになった瞬間完全に寝ちゃいますね、すぐバタン。だいつも歯医者さんに行くとこう猿グッズみたいなのガーって挟まれてますね、なんか口閉じないように。じゃあ中野哲司を殺すには医者になるしかないですね。医者か美容師か。あのなんでなんかお任せモードになるとすぐ寝ちゃうっていう、うん、別に寝たくないわけじゃないんですけど、なんか寝なくてもいいかなみたいな。この変態が50、60、何歳まで続くのか、ぜひ見届けたいですよ。エブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールド。クロービー・ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービー・ワールドでお会いしましょう。